ランタンが使えん。まあいいか、特に困ってないし。宝箱がな、ついつい集めんといけんっていう感じになってしまうんだよな。でも結構金もらえるな。下にあるな。金の使い道ねえんだよな、特に。行き止まりやんけ。上か。見つけた。貴族にあったことは、貴族の間から便器に流れるのは金の糸だ。なれ。レオンって子供？その首からはルビーの噴水があふれ、フランス中に降り注いだ。今や地獄の最下層で生まれた男がオリンポスの頂に這い上がっていける。クソ野郎、放せ。這い上がるのが望みか。見えるぞ、野心だ。俺と似てる。なんか特徴のねえガキじゃな。ボナパルト司令、進展はあったか。え、これだけ。ナポレオン。この鍵の扉を探し出したら、お前が想像もつかないほどの褒美を与えよう。その扉の先に何が。ナポレオンと敵対することになるの？この構造が。誰が構造だって。身長の高さなら変わら。君も学べ。交渉ってディスっとるな、ナポレオンを。ローズ、地上まで案内してやれ。お任せよ。身長低いことをディスったな、このガキ。殺せ。やめろ、離せ、やめろ。やれよ。まだガキだぞ。俺にも子供がいる。王の亡霊だ。サプライズが台無しだ。そのうち腰抜け目をいただくぞ。まあガキはほっといて。ダメだ、カメラがこっち向いとる。来るな怪物。俺は亡霊じゃない、マダム・マルコの使いだ。マダム・マルコだって混乱させる気だな。侵入者だ。え、このお前ここで待ってる。リーダーを倒せばいい。どっか行けや。まあ墓荒らしはほっといて、宝箱にも回収しようか。まず影とか離れないと。やばい、ゲームオーバーないそう。だって宝箱あったら取るじゃん、イベント進める前に。
もう今助けてやるわ。すごい。まだ混乱しているか。早く隠れないと。慌てるな。俺は主公を探している。サンドニの地下墓地から盗まれた。それは俺の要塞の中にあるよ。後で取りに行ける。どうやったんだ。こんなに強いやつは初めて見た。それほどでもないさ。どこで訓練を。パリだ。俺は家の裏で練習してる。訓練してくれる相手がいないんだ。自由の戦士はみんなパリにいる。あんたみたいに。母親のマルゴ。マダムマルゴ。ランタンが使えんぞ。俺の母さんはモリツコだ。母さんはスペインに戻るしかなかった。だから俺を施設に残したんだ。フランスが安全になったら戻ってきてくれるさ。油がねえけえな。もう使いみたいじゃない、ランタンが。こっち、さあ。とりあえず、武器が必要だ。お、それはプロに任せておけ。ギロチン銃。どこでそれを。昨日二人の墓荒らしから盗んで。来た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 。上等な銃だ。やっとこれが使える。ああ、そうだろ。消えほうが撃てるんだろ。やるべきことは分かってる。というと。フランスを救うのさ。あんたがいれば随分と楽になりそうだ。いいか。なんだよ。まずはあの主公を手に入れなきゃ。我らがフランスの敵から守るためさ。ああ、分かったよ。地上に出なきゃな。ちょっと待って、使いたいぞ。ギロチン銃。おお、来た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 。武器。あ、アンロックできんのか。なんで。秘宝すべて集める。マジか。うわー、欲しい。なんかストーリー進めんと全部手に入れれなさそう。ダンサー、どっちがいいかな。あ、悩むな。受け流しってなんだろうな。まあこれかな。ダメージがでかいやつ。んで、アップグレード。すげえ、すげえ威力ありそう。なんか調子に乗るな。待て待て、ランタンが。あ、使えた。びっくりした、バグかと思った。うわ、すげえ、こんなに範囲があるん。おお、悪くない。だから2発しか撃てない。奴はどこだ。犯人を捕まえろ。あんまり使いまくれんな。めっちゃ強力じゃんこの銃。結構敵いるね。もう全部使っちゃおう。
すげえな、いいな。おっ、つえワンパン。あ、リーダー、あいつを倒したらええんやな、要は。これで、おお、消え砲弾も補充できた、やったで。あ、やばい。めっちゃ集まってきた。まあリーダー倒しちゃえんよ。強えな、この武器。近接も。気に入った。上か。物語は真実ではないからな。こっちが出てきた。多分。多分か。我々の活動を追う人物は佐渡公爵が探り回っていたという噂が。ナポレオンか。なんか走れみたいじゃない今。ローズは神殿探しにまるで興味がない。なのになぜ彼なのですか。私ならあんな輩に勝手なことは。ネズミは何を欲しがる。食べ物でしょうね。はあ、お前は私欲に訴えるわけだ。だがそれではダメだ。民は死んだぞ。私は人間を知っている。何を恐れ愛するのか。ローズは悪人か。疑うべくもない。だが私、このナポレオンならばあの男をフランスのために利用できる。大失敗は頂点へと這い上がれる希望さえ持てるならば自由を捨てるだろう。神殿の秘宝があればまやかしの希望を与える。鍵を入れてくれた。そして栄光へと導け。あ、運ぶんか。こいつを止めて人々を助けないと。運命を先延ばしにするだけだ。どういうつもりだよ。無駄に命を捨てるようなものだ、坊主。もしあんたに無理なら俺がやるさ。待て、レオ、戻ってこい。どこに行った。まあまず宝じゃな。お、ネズミがいっぱい。簡単に火をつける。なんか引いた跡があるな。もう一個は
こっちか。あ、いっぱいおるな。消しとこ消しとこ、見つかりそう。侵入者をその場で始末してやる。俺を巻こうとしても無駄だ。俺の剣でお前を。一応宝箱回収しとくか。強いな、一発じゃん。お、むずい宝箱。まあ行き止まりじゃな、こっちは。お、火つけるやつあった。これ関係ねえんか。で、こっちへ行きます。登ります。あれ取っとくか。はっ、これ戻れんじゃん。一回降りんとダメじゃん。あれ、あ、あっちから行けるんか。よいしょ。まあ一応こまめにね。あったあった。おお、開いた。やっと開いてくれたわ。おお、あぶねえ。よかった。たわんか。地上に出たぞ。何も変わりはないですか。ん？終わったんか。お前たちを、この古い冒険的な考えは死を招くぞ。バカが。レオンを探す。まだ続いとんか。
さあ、レオンを探せ。いたよ。さあ、見つけたぞ。思考を渡せ。どうして？一体何だって言うんだ、こんなもの。俺はこの国を出る。そのために必要だ。未来はどうなる？互いを思いやる自由なフランスは。大人になるんだ。フランスは忘れて自立しろ。え？フランス助けてやらんの？あっさり渡したの。どうすればそんな人出なしになれるんだ。お前には救えない。彼らは戻らないんだ。ちょっと後味悪いな。お、ギロチン銃を手に入れた。アルノ、いや。コンドルスの主攻。まあよくわかんない。